ここのまた肩甲骨を広げていきます。でできてくると少しこの横の筋肉を伸ばしながら肩甲骨も伸ばしていきます。そうするとここも伸びやすくなります。で逆に、はい、最初こういう時から、はい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 、そうするとこんなに汗が出ます。ああ